9月13日の内閣改造・党役員人事で選挙対策委員長に就任した尾淵優子氏の関係政治団体が2015年からの7年間で1400万円以上を自身のファミリー企業に支出していたことが「週刊文春」の取材で分かった。 関係政治団体をめぐる政治資金規正法違反事件で経産省を辞任して以来、約9年ぶりに要職に起用されたが、新たに不透明な政治資金処理が発覚したことで早くも説明責任が問われる事態になりそうだ小渕氏は1996年、成城大学を卒業後、TBS に入社。1998年、 父、慶三氏が首相に就任したのに伴い TBS を退社し施設秘書になった2000年5月慶三氏が急成すると地盤を継ぎ翌6月の衆院選で初当選を果たす2008年9月麻生政権で戦後最年少の34歳で男女共同参画少子化担当省として初入閣 2014年9月には第2次安倍政権で重要閣僚とされる経産省に就任した完全にみそぎが済んだ岸田首相が選対委員長に起用ところがその直後の2014年10月小渕氏の関係政治団体小渕優子講演会などが開催した東京・明治座での観劇会をめぐり が収支報告書に不適切な記載をしていた問題を「週刊新潮」が報道東京地検特捜部が捜査に乗り出し小渕氏は経産省を辞任結局収支報告書への虚偽記載額は3億円を超え2015年10月小渕氏の元秘書2人には有罪判決が下された 以降、小淵氏が養殖に起用されることはなかった。しかし今回岸田首相は完全に味噌が済んだとして投資役の一角選対委員長に起用したのです政治部デスクその後小渕氏の政治資金はどうなっているのか 政治資金規正法違反事件が発覚した翌2015年以降の政治資金収支報告書を確認したところ自身のファミリー企業に多額の支出をしている実態が浮き彫りになった問題のファミリー企業とは三山商事三山倉庫三山電気工業など 小渕光平元衆院議員個人が立ち上げた鉱山社鉱山社の流れを組む企業グループだ中でも三山商事や三山倉庫は取締役の大半が小渕姓で小渕氏のいとこが社長を務めている親族が関連する企業への支出が計1400万円以上 小淵氏の政党支部、自由民主党群馬県第5選挙区支部や、小渕優子後援会の収支報告書、2015年から2021年によれば、三山商事にガソリン代など、三山倉庫に倉庫使用料代など、三山電気工業に事務用品代などの名目で、計1400万円以上を支出していた。 政治資金に詳しい神戸学院大の上脇博之教授が指摘する政治資金には税金が含まれているのでその使途には厳正さが求められますその意味で親族が関連する企業への支出は道義的な問題があるどうしてもその企業に発注しなければいけない必然性があるのか丁寧に説明すべきです 小事務所に見解を求めたところ以下のように回答したファミリー企業について選挙区支部および後援会の政治資金については政治資金収支報告書記載のとおりですだが小渕氏の政治資金に関する疑惑はそれだけではなかった9月13日水曜日12時配信の「週刊文春」電子版および9月14日木曜日 発売の「週刊文春」では小渕氏が有罪判決を受けた元秘書が取締役を務める企業にも多額の政治資金を支出していた問題や巨額の政治資金収入を支える意外な谷町小渕氏が選対委員長に起用されるまでのいきさつなどについても重宝している以下はネチズンのコメントをまとめたものです 閣僚でなく当役員しかも三役以外の役職に起用した時点で岸田首相も本心では完全にみそが済んだと思っていないからと推測されます閣僚ならば予算委員会でガンガン追及されるので有罪判決が下された元秘書の執行猶予が明けているからみそぎが済んだという意味でしょうか記事の政治資金規正法違反事件発覚後 小淵氏が記者会見したのは地元での1回だけその時に政治資金収支報告書は「信頼できる秘書」に任せきりで表紙を見たりパラパラめくったりしただけとびっくり発言それはそれで十分政治家として不適格ですこの会見で今後は起きないようにしっかり監督責任を果たしていきたいと述べました 文春報道はまさにこの今後に該当するわけです今度はどうなさるつもりでしょうか小渕優子はみそぎは済んだと宣言しているけど捜査に協力すると言いながらその日のうちにドリルで証拠を隠滅したことや事務所の PC のハードディスクにドリルで穴を開けたことの説明責任から逃げまくり 一定期間だ、今まで国民に向けた説明と謝罪を避けてきたのが実情であり、誠意を持って説明してきたと述べているけど、そもそも謝罪すらしていないのです党内の派閥や経団連の声ばかり聞くのではなく、国民の声にもっと謙虚に向き合うことを岸田に期待するのは無理です。 次の選挙で増税メガネや自民党を懲らしめる必要があります。もともとこの人は議員になるつもりはなかったが父親が他界した際後援会が無理やり担ぎ出した人党も父親の地盤を引き継いでもらえれば渡りに船だったのだろう。 芸能人を担ぎ出したのと同じように講演会や取り巻きの公設秘書などはすべて私どもがやりますからいてくれさえすればいいと昔ながらの不正の仕方でドリル優子さんが誕生することになった講演会や秘書など周りの人材をそう入れ替えしないとこれからもこのようなことは起こりうる。 ナイスな記事ですねドリル事件だけではなくて政治資金での有権者買収とか身内の会社への支払いとか、金への緩さが再認識できる記事です W しばらくおとなしくして、時間が経てば、みそぎは済んだという自民党の体質は、エッフェル・松川氏やスピード今井氏にも着々と受け継がれています。 その意味でドリル裕子氏は現在の自民党女性議員の頂点に立つ逸材かもしれませんちなみに HDD の処分方法は専用のドライバーで解体しない部のディスクを取り出してそれら記録媒体のある表面層を研磨除去その後電磁磁力をかけて媒体の磁力を破壊した後適切なゴミ処理へという流れ クラウドベンダーなどでは HDD の廃棄が大量にあるためにゴミ回収車のような破壊できる巨大な機械で粉砕処理している小さな規模の処分は Amazon などでツールあるはずただこうしてみるとわかるが HDD は本当にエコとは程遠い環境にも資源にも良くないドリルでは非常に危ない作業中に怪我をしかねない まず HDD の筐体硬いし筐体ではなくディスクのみを処分すればよい話。